いただきまーす。おいしい。乾杯。乾杯でーす。これはやっぱ安いお肉でもね、さっとねしゃぶしゃぶだって食べると全然美味しいですね。いいおつまみになりますねこれ。うまい。今度ごまだれで食べてみましょう。ゆずテイスト、どんなもんでしょうかね。さっと通して、やっぱ安いお肉ですからね、ちょっと早めに揚げた方がいいかもしれないですね。ちょっと火通り過ぎると硬いってなっちゃうんで、もういいと思います。はい、行ってみましょう。ちょっとお豆腐とか後で一緒に食べます。はい、いいと思います。はい、いいと思います。はい、では柚子テイストごま行ってみます。はい、いただきます。あー、これ美味しい。初めて食べたけどね、家にあった買っといたやつなんですけど、食べてみようと思って。これうまっ。普通のごまだれより全然美味しい。あ、やっぱり忘れて、あ、硬くなっちゃうこれ。いや、これは最高だ。ちょっとね、あの家の中で炭火は換気扇の能力次第ですね。まだこれうちの換気扇少し換気能力高いのかな、ちょっと大丈夫ですけど。ちょっとね、詰まってるような換気扇だとやめた方がいいかもしれないですね。もう一人だな。さあ、ちょっとまだね、この豚串の方がちょっとね、炭をね、あの少なめにしたので、まだ火がちょっと通ってないみたいですね。あ、ちょっと火弱いな。その間ちょっとね、この格安豚こましゃぶしゃぶ食べながら待とうと思います。家にあったね、ネギと、あと買ったのはね、豚こむにこま肉と、お豆腐だけですね。で、ワンコインしゃぶしゃぶといいですね。まあね、ご飯のおかずとしてはちょっと物足んないかもしれないですけどね、まあ、お酒飲みながら一人で楽しむ分にはいいんじゃないでしょうかね。おいしい。いや、これポン酢おいしいですけど、あれですね、やっぱこの柚子ごまだれ、これがすごい。これ美味しいわ。これもう食べちゃったら
普通のはちょっと食べれないな。まあ、ネギとねお豆腐しか入ってないんですけど、まあ十分です。うん、うん、おいしい、とってもおいしい。うん、もうちょっとかな。あーでももういいな。さあじゃあそろそろ私ちゃんの方も大丈夫そうですので行ってみたいと思います。あーいいですね。ちょっとこれどうしよう、串の根元が折れちゃって、どうしようねこれ。まあ後で食べよう。はい、ではあー冷やしたグラスね、よいしょ。はい、街路樹の大好きな麦とホップでございます。これでいただきましょうね。格安一人おっさんおつまみですからね、安いのでいかないと。乾杯。ああ、うん、最近スーパードライとかより麦とホップのが好きなんですよね。さあでは豚こま肉、ミルフィーユ風の、ただ巻いてね焼いただけの焼き鳥いただいてみたいと思います。うん、柔らか。うん、あ全然美味しい、十分。豚バラブロック確かに美味しいですけど、ね、ちょっと火強いと硬くなっちゃったりとかすると思うんですけど、これはねもう全部柔らかいですね。うーん、いいですね。ちょっとね油で塩気が落ちちゃうんで強めに塩と胡椒振ったんですけど、いやちょうどいい、絶妙です。うん、いやーワンコインでね贅沢なおつまみですね。お腹いっぱいになっちゃいますねこの量あれば。うん、ちょっとピタピタ垂れてすいません。うん、贅沢、非常に美味しい。こんな安いお肉でこんだけ美味しいんですから、高いお肉でやっぱりしゃぶしゃぶしたりとかね、あのいい豚バラとかでねやったらもっと美味しいんでしょうけどね。うん、いやでも全然十分ですよ、全然美味しい。スーパーに売ってる焼き鳥買ってきて焼いて食べるよりもね全然美味しいですよ。ちょっとあの節約レシピということで興味がある方はぜひやってみていただければと思います。ではですね、あの最後までこの料理ベタな概要字のおつまみ動画ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。